国際労働会議代表反対運動は、1919年の第一回国際労働会議に派遣される日本労働者代表の感染に反対し、労働団体が起こした運動である。第一次世界大戦後に結ばれたベルサイユ条約中の国際労働規約により、発足した国際労働機関は、1919年参加国による総会である国際労働会議を招集した。 ILO に加盟した日本でも、この会議に派遣される代表が選出されることになり、政府代表には、鎌田栄吉、岡実のの2名、使用者代表は6大都市の商業会議所の選挙により、武藤山次が選ばれた。労働団体の側では、自分たちに労働者代表の選出権があると信じ、友愛会会長である鈴木文治などは自分こそが代表になるものと考えていた。 これに対し、政府は労働者代表選出において、労働代表選定全国協議会なるものを設置したが、これは200人以上を使用する全国の事業所の代表から55名、官営工場15名の協議員をそれぞれ選出し、これに、友愛会、ノブ友会などご労働団体の代表を各1名を加えて構成されるものであった。これは明らかに、 国際労働規約への違反であったが、政府はこの事実を隠蔽するために国際的に公開された規約条文を国内向けには極秘都市一般に示さなかった。労働団体側はこの選出方法を自分たちの存在を無視するものとみなし、友愛会は早速全国協議会から脱退したが、9月15日協議会は開催され18日には労働者代表候補として、 本田誠一、高野岩三郎、増本右兵の3名を選出した。友愛会、信友会は9月20日神田青年会館で全国労働者大会を共催し、政府を批判するとともに候補に選出された3名に体質よく代表辞退を勧告した。このため、第一候補の本田誠一は早々と代表辞退を表明し、23日代わりに代表を受諾した高野岩三郎も、 周辺の説得に、愛九9月27日に、やはり辞退するに至った。最終的に、労働者代表に決まった、増本右兵は、各労働団体からの強い反発に遭い、国際労働会議への出発のため横浜を出港する際、長期や遺廃などを持って押しかけた労働者のデモで、乗船を妨害され、船が郊外に出るのを待って、小舟で、 こっそりと乗船することを余儀なくされるありさまであった。また乗船後も乗組員の大半が友愛会員であったためる骨なサボタージュで船が立ち往生することになった。ワシントンでの会議においては友愛会からの要請によりアメリカ労働総同盟のゴンパースがマスモトの資格を否認して委員会での審査を要求した。これに対し日本側は必死の工作を行い資格否認を 免れたが、大いに国際的面目を損ねることになった。会議では、使用者代表の武藤山地が、労働事情についての日本の特殊事情を強く主張し、総会は彼に従い、日本の劣悪な労働条件を特例として、承認してしまった。会議中、マスモトは、この特殊国扱いなどに反発して、日本政府との対決姿勢を取ったが、それはそうでもしなければ、 労働者代表として無事には帰国できないだろうという切羽詰まった心情によるものであった。また労働者側からの国際会議への直接の働きかけに際しては片山千ら在米日本人社会主義者団が貢献した。友愛会など労働団体は労働団体からの国際代表選出という当初の目的は果たせなかったものの日本政府が信用を大きく損なったことでかえって 自らの権威を高めることになった。またこれ以後国際労働会議は常に日本の労働者代表選出問題をめぐって紛糾したが、第2回会議では会員関係で低身章労働団体による選出権を承認。その後は労働団体が会議をボイコットしたため反対運動は起こらず、百二十四年の第六回会議以降、日本政府も譲歩して、 労働団体に選出権を委ね、鈴木が代表に選出されたため、労働者代表問題はようやく解決した。高野岩三郎、一旦、労働代表を受諾するも、周囲からの圧力により自した。高野岩三郎は、明治期労働運動の尖閣者であった、高野ふ太郎の弟であり、社会政策学会では、左派の代表として、労働問題を論じ、また、 友愛会にとっては、顧問格相談役とも言うべき存在であった。そのため労働者代表選出問題においては微妙な立場に立たされ、同僚教授の矢萩映像や吉野作造、吉野信二の兄弟、河合英二郎らの説得により一旦は、代表を引き受けたもの。これに対し、吉野作造は、顧問の資格で会議に参加するよう高野を商用したが、結局のところ高野は、 労働団体からの指示、合意を取り付けられなかったゆえをもって代表を辞退した。さらに9月30日社会的に迷惑をかけたとして、東京帝大教授も辞任、10月8日、東京帝大経済学部教授会もこれを承認した。この事件は当時の知識人運動に様々な影響をもたらした。民本主義を標榜する知識人統一戦線とも言うべき、黎明会では、 高野の代表受諾をめぐって、有力な会員である吉野が賛成、福田、森戸が反対したことで、同会内部の分裂は、広がり活動は、衰退に向かっていった。また東大を辞職した高野が、大原社会問題研究所所長に就任し、活動の軸足を同署に移したことから、彼が中心的な役割を占めていた社会政策学会も、協調会への協力をめぐって、 会員の対応が分かれ、学会としてはやはり衰退に向かった。農商務省の焦燥官僚であった河井栄二郎は、労働組合公認など、労働政策の改革を志していたが、この問題に監視知識人が統一した態度が取れなかったことに絶望し、辞表を提出するとともにこの経緯についての暴露的文書を公表した。 また、河合によると、高野の東大復職をめぐる人事によって、東大経済学部内に派閥が形成され、後の平賀宿学問題の演員になったとされる。黎明会も参照のこと、辞典項目担当書。ありがとうございます。